おはようございます。塚原農園です。今日はトマトの畑に来ております。トマトもだいぶ大きくなりましたね。ここまで大きくなってきた頃を見計らって今日はトマトの下の葉っぱを描く作業下葉かき作業ということを行っていきたいと思います。まあ、ちょうどトマトが一番最初に房をつかせた第一花房、そして第二花房まで 少し色づいてきたところになります。これは今画像で写っているこれミニトマトアイコという品種なんですけれどもこれはもうすでに下葉かきが終わっているものになります。これは外で栽培をしているトマト外で栽培をしているものをロジ栽培と言います。これと同じようなスタイルにに、持っていくために ハウスの中で育てている施設栽培のミニトマトを使ってご紹介していきたいと思います。はい、こちら施設栽培、ビニールハウスで育てているトマトのところに来ました。基本的に外で栽培をしているトマトも、ビニールハウスで育てているトマトもやる作業法などは同じになります。ただタイミングとしてはビニールハウスで栽培をしている方が気温も高いので、 植え付け時期も多少早いのでやる作業のタイミングは多少早くなりますが、まあ、こんな感じでやるということはイメージでご覧ください、はい、それではこちらのトマトを見ていきましょうこれはオランジェという品種のトマトなんですけれどもどの色どの品種でもミニトマトは、うん、やることは同じですまず苗を植え付けをしましたここが最初1本だけだった太い枝ですねこれがぐーっと伸びてきて ここに一一番最初にいいた房こここれが第一房という、ね、えものですブドウみたいにたくさんついていたわけなんですけれどもこれハウスの中でこの中の気温が高いのでアカラム、まあからむ熟す売れるスピードが速いのでもう収穫がすでに始まっていてもう終わりかかっていますね。はい、そしてここにあるものこれは軸をぐーっとたどっていくと。 ここから出ているものがぶら下がっています。これは二番目についたふさな第二カボウと言います。第一カボウね上行くと第二カボウとまあこんな感じで皆さんも外で栽培をしているトマトがもう収穫始まっているんじゃないでしょうかね。こんな感じで売れたものからこれを取って食べているわけですよね。でちょうど梅雨に入ってまあ全国的に梅雨に入るタイミングも違うかと思うんですけれども。 まあ梅雨に入ってくるとジメジメしてくくるるととジジメメしそうすると、まあ、このまま下の葉っぱ下葉というものはこのマルチ植え付けをしたところのすぐ下のところこの辺りを下葉というんですけれどもここら辺を描くタイミングというものはちょうど梅雨に入っっててくくくるると湿気が多くなってくるそうなってくるとここら辺が通気性が悪くなると病気が増えてしまうんですね。でまた 梅雨の時期になってくると気温が高いので害虫が増えてしまうだからこれを切り落とす作業も兼ねてやりますでもう一つなぜやるのかという理由がもう一つあるんですがそれはこの一番最初に花を咲かせて実って収穫している第一ボ房のもうだいたい終わるかなで第二ボ房にも収穫が始まっている頃にもうこの下っていうものは不要になってくるんですね 最初に展開した葉っぱというものはまあご覧のようにこのようにしおれているわけですで色も抜けてきてます光合成をすするる能力といいいうものが日数ででだた限られてるんですね。それが目安となるのが植え付けをしてうーん何日目というのが難しいのでその判断基準というものがこの2番目についた第2花房が色づいた頃になります。もう第二が色づいていてますから、 これが判断材料、うん、OK だと。これが第二カボウの軸となるところが親の軸につながってますね。えー、これを傷めないようにして、ここからトマト第二カボウの軸より下はすべてハサミきれいに洗浄したものでこれで切り落としてしまいましょうということをやります。これが下バカキというものです。ではやっていきます。どこを切ればいいのでしょうか。ここなのかな。 うん、これでもまあいい手はいいんですけれどももうちょっと短く詰めていきましょうこの軸となるところから横に出ている大体いい爪1つ分まあ 1cm か 2cm ぐらいですね軸をとりあえず傷つけないことが大切ですこんな感じで落とすだけですね、はい、で落としていきましょううん落とす作業自体はとても簡単です 上から数えてもも下のものは全部落としましまょうここで注意点一つありますこれ第一花房の軸になりますのですごくトマトの軸のと似てるんですねこんな感じだからこれを切り落としてしまうと残っている実収穫できなくなってしまいますのでこういったブドウみたいについている枝は落とさないように注意しましょう一発、はい、と下の方も パスッとこれが一番最後かなはい切り落としましたこんなにたくさんついていましたねもう一個入ってねよいしょいそしたらこの切り落とした葉っぱは全てマルチをしている方もマルチをしていない方も株元付近に置くのはやめた方がいいですね多少なりとももう梅雨の時期に入っていると目には見えないカビの方針などが付着していることがあります これをこのまま近くに置いておくと、このカビの胞子がこの枯れた葉っぱを餌として食べると増殖増えちゃうんですね。こういった取り除いたものは穴を掘って埋めていただくか、袋に入れてゴミとして,して出してください。はい、これでスッキリしました。どうでしょうか。うん。これでわかりやすいんじゃないでしょうか。これが第一カーボーですね。ね、上に来ると第二カーボー。第二カーボーから下の葉っぱは。 全部取り除いてしまったということですやる前はこちらですすごく混み合ってますよね向こう側があまり見えませんよねでやった後どうでしょうかこちらですうん綺麗さっぱりこれがトマトの下葉かき作業になりますでこれミニトマトにやることなんですけれども大玉トマトはどうしたらいいのかということですが大玉トマトもじゃあ見ていきましょう はい、こちらが大玉トマトトになりますじゃん。これももう収穫がすでに第1花房が収穫がもう終えたのかなで今第2花房が赤らんでいる状態ですでこれはハウスの中で育てまあ人それぞれ育て方に違いがあるかと思うので実の大きさなどに差はあるかと思いますが、はい、植え付けをした軸がこちらになります、はい、太いですねで葉っぱ 極限まで水を抜いていますので、葉っぱに欠乏症が出ていますが、水を抜けば抜くほど甘いトマトは実ります、はい。で、これはまあ病気ではありません。ま下、あ、ばかきをじゃやっていきましょう。どうすればいいでしょうか。ちょっと軸が見えづらいので、やりづらいかと思いますが、ちょっとここに一つ残ってますね。これが、 親の枝から出ている第一花房のまあトマトですね一番最初に膨らんだトマトもう収穫が終えてこれ残っているのは小さいものだけになりますで上にグググググとちょっと葉っぱで隠れていますがこう上に来るとちょっと裏返ししますねじゃんこんな感じでトマトが実っています大体1段で我が農園では大体4個をつけるように意識してますこれが第2番目 で、上に行くと、はいこちらが第3ですね。これは午後ついてますね。これ後で適化します。はい、このように第2番目までついてきてもいいサイズになって、で、一番下が収穫がもう終えたかなという頃に行います。トマト、大玉トマトとミニトマトを同時に栽培をしていると、自然と下葉を欠くタイミングというものは両方とも同じになってきます。 大玉に関してはだいたい下のトマトがあちらに残っているのがありましたねあのトマトがもう取り終えるかなとかもう実って赤らんできて熟れてきたかなと思ったら、えー、葉っぱを取り除いていきましょうでタイミングは分かりました次はどこからどこまでを取ればいいのかということなんですが先ほどのミニトマトにすごく似ているんですけれどもこちらのトマト はい、これ2番目に上に、えー、実っているトマトここよりも下についている葉っぱを取り除いていきます、はい、ちょっと見えづらいかもしれませんがじゃあやっていきましょう、はい、このトマト2番目の下すぐにある葉っぱここにハサミを入れます落とします すごく青々としているんですけれども、これを取り除くことによって、トマトに程よく光が入り込んで、トマトの色づくタイミングなどがいい感じになります。美味しさにも関係してきますので、下葉牡蠣は重要な作業になります。一、はい、つ取り除きました。ちょっとめくっていきましょう。こんな感じになりました。今切ったのがここですね。少し長めに切りました。 1>, 1回でやってしまうとちょっと傷つけてしまうかなと心配の方はこのように一旦長めに切って様子を見るそれからあとで全部切り落とした後にやっても大丈夫です、はい、1個落としましたここから下は全てやっちゃいましょうではやっていきますだんだんと軸が洗えてきますよ いいですね軸が洗えてきましたはい取り終えましたどうでしょうかこれが終わった状態植え付けをした穴がふっきりと見えるようになりましたねそして親の軸となる栄養を唯一一本太く大動脈となる親の枝が残ってますね見えてきましたぐーっと見えてきましたよはい。 でここでトマトマが、ね、ありますとこう大きく実っているトマトが青い状態でも少し赤、うん、らんでいる状態とかそれは関係せずにもう1段目が収穫がもう終えた頃を見計らってその次のトマトに取り掛かろうという時にそのトマトより下のものはこんな感じで綺麗にに、まあ、取ってしまえばいいということになります。はい、ではやる前を見ていきましょう。 どうでしょうか？すごく茂ってますね。あれもわからんでいますので、この撮影後、このトマトが取り終えた後にこれも同じようにやります。はい、これがやった後です。どうでしょうか？綺麗すっきりしましたね、えー、これだけ葉っぱをきれいに描くことによって、もうこの中ハウスなんですけど、皆さんが育てているような環境の外で育てているトマトもこのようにしておくことによって。 空気の流れ通りが良くなるんですね。で、梅雨の時期というものは雨が定期的にまあ降りますね。そうすると地面が常に濡れてます。で、風が吹けば、えー、湿気のある空気がここを漂うと。そうするとその湿気のある空気の中にカビの胞子も混じって飛ぶんですね。雨でどの跳、ね、泥が跳ね返って葉っぱにつくという感染もあるんですけれども。 目にに見えないものが空気中に漂ってますその湿気というものは結構このトマトには大敵であって数ある野菜の中で特にトマトはこの湿気が嫌いなんですねどちらかといえば乾燥のしてる方が、うん、順調に育ちます。だから梅雨のの時期といいうものは病気が多いんで,す、ね、トマトでこれをいつやるのかタイミングとしては時期は分かりました。 で、日にちとかなんですけれどもどういった環境のところでやればいいのかということですがこれはなるべく梅雨の雨が続いている中でも今日はがっつりと晴れるなぁとか朝から夕夜まで今日は絶対に雨が降らないよとそういう日を選んでなるべく朝方にやるようにしてくださいお昼頃までですねで。夕方にはこの切り口が乾きます。乾き 時間が早早ければ早いほど切り口から雑菌が切り口も雑菌がすごく入りやすい感染源のもとになってしまいますので、まあ、人と同じで転んで怪我をしてかさぶたを早く作って治すことが、うん、治療の早める効果を高めるのと同じでこの植物も同じです,ですから切るタイミングというものはできれば朝方にやるようにしてみてください。 でお昼頃には終わって夕方の、まあ、3時4時頃にはもう切り口がもう乾いていくらかしぼんでるぐらいが理想ですね。まあ、このようにしてやるようにしてください。で、下ばかきはこれで以上になります。で、また他の作業になりました動画でご紹介をしていきますのでよろしくお願いいたします。はい、いかがだったでしょうか、えー。ぜひこの梅雨の時期にやるべきことの中で一つ、この下ばかきということがあります。 雨で続いてなかなか再園が難しい方もいらっしゃるかとは思いますけれども是非やるときは天気のいい日を見計らってやるようにしてくださいでは今日はこの辺で動画を失礼いたします今日の動画がいいと思い方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたしますいつもご視聴いただきありがとうございますまたよろしくお願いいたします thank you